エーブラハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバンベルク軍に属する市場長で、エーブラハ行政共同体の本部所在地。エーブラハは、東のバンベルク、西のビュルツブルグの中間に位置している。ミッドレラ・エブラハ川沿いの主体がバルト内に位置している。エーブラハには、かつて、市東会の修道院があった。この町は、 公式には十二の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。エイブラハ修道院は、1127年に創設された。1147年に、上位の修道院にあたる森門と修道院から12人の修道士がここに移り住んだ。1200年に、修道院長ヘルマン一世が、教会の建設をはじめ、1280年に、 完成した。全長86メートルで、ゴシック建築最高の作品の一つであった。50を超える窓、26機の祭壇、そして入り口の上部にある直径12メートルもの、バラ窓は、この建物を特徴づけるものであった。窓は1887年に新たに製作された。36のレジスターを持つオルガンは、傑作と称えられた。このオルガンは、 1803年、この町が帝国代表者会議主要決議により、バイエルンに属することになった世俗化の時期に破壊されてしまった。1803年以降は、ビルツブルグ市教本部の管轄下に入った。修道院教会は教区教会となった。1851年から修道院の建物は刑務所となった。この地域の人口は1900年1403人。 1970年2471人、1987年1774人、そして2000年2017人であった。蝶々はダニエル・フィンセンスである。底部は赤字に銀色の斜めの波帯。その上部は金字で口に銀の死郷杖を加えた跳ねる黒いイノシシが描かれている。エーブラハ修道院主体がバルト地方では、 木材産業が重要な経済分野である。A ブラハは連邦道 B22 沿いに位置している。バンベルク方面への鉄道路線は廃止され、撤去されている。ありがとうございます。